はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。3個の例シナリオ、寿命までに中華一。さあ、前回ですね、私はね、最終回になると思っておりました。現在のシェア 46.3%、 もうすぐじゃないか。すぐだろ、もうすぐっていう風に見えますけどもね、右下をご覧いただくとですね、その他 2.9% 空白地があと 0. いくつですね。まあ、この空白地は埋まるんですけど、その他の 2.9% がありますので、私はですね、そこの分埋めて早々の分を取らないと 50% を超えないということですね。そしてもしですね、早々よりシェアを上回った場合どうしようかなと思うんですよね。一瞬上回ってはい行きましたっていうのはちょっとかっこ悪いんで、 50% を超えてなおかつ翌月いっぱいまで、例えば6月上旬 50% を超えました、そしたら7月いっぱいまで、6月下旬でも7月いっぱいまで、どれがいいとも、まあ言えないとは思うんですけど、とにかく1ヶ月以上はキープじゃないとやっぱりですね、カッコつかないんじゃないかなと思いますね。1年って言われるとちょっと嫌だなと思いますけども、まあ1ヶ月以上持てばいいんじゃないでしょうかね。3ターンもあれば割とね、攻められてても結構ね、決すると思うんで、勝つか負けるかは、そうでもないかまあむっちゃくちゃ攻められててやばそうだったらちょっと伸ばしましょうか。そこら辺ね、きっちりやりましょう。もう最後は近い、近いは近いけど、今回で終わるかどうかなんですよね。さてどうなるか考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。ざっくり現状を見ますと、一番危ないのがですね、このメンチク館のあたりでございます。ここはもうね、武将の質が半端ない、むっちゃくちゃ強いんで、もうメンチク館落とす気満々ですね。孫霊の投石12000、これ当たったら多分終わりでしょう。で、一応後ろにですね、太子寺出しますけど、もうそれしかやることがない、やれることはないと思います。もう宝徳が来ちゃってるんで何も立てられませんね。間に合いません、もうすでに。で、もうダメそうだったら、生徒に引きます。もう兵を全部行きまして、まあでもあれだな、孫霊がかなり近くにいて撃退できると思えないんですよね、この3部隊を。いいとこで見切りつけてメンチク館放棄して生徒に引きます。で、生徒今のうちあれだな、防壁作っておきたいですね。だ、生徒結構ね、この防壁があんまりうまくいかなかったり、ラジバンダリ言ってる場合じゃないんだ、そんな冗談じゃないんだ、今はお遊びじゃないんだよ、これゲーム遊びじゃないんだ本当にはい、遊びですね。あとはですね、ロコを攻略しました。で、ここら辺を相当しつつ十春へ向かいます。しかし来ているんだ、これもうすでに来ている、援軍届かなかったが来ているという感じですね。これがどこかでぶつかる、あんまりぶつかりたくない、ぶつかると受信が落とせなくなるという感じですね。簡単にいかないな。まあ進めてまいりましょう。うわ、いっぱい出てくるな、すごい数だ。どこから見たらいいでしょうかね。まず核は引くようです。で、ここも引きそうだな、引いてますね。これは一気に受信行きましょう。雨金を捉える、そしてそしてここは渡ってきますね。そりゃそうですよね。土塁を急いで作っております。ここで時間かければですね、平坦切れる可能性が結構強まるというところですね。本当は水際ねやりたいんですけど、ここへも捕まえる。あとはここか、むちゃくちゃだな、ここ割り込んで入ってくるな。で、ここですね。あー、来た来た、メンチク来た。もう見切れませんわ、これ見切れませんよ、兵の動き。改良庫、上々です。埋伏の得、
埋伏の毒でも何でももう広げていかないと。予報発見。よし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 。達成いたしました。あちこち埋伏を決めて、もう何でもいいんです。もうね、見境ありませんよ。もう一つ気持ちはいいんでしょう。で、メンチクが攻められ始めました。まあ今んとこ余裕っすね。精神誠意お伝えします。捕らえられていきましたね。できた。うわー、いっぱい来たな。で、もうちょいで届いちゃう。こちらをどうぞ。あれ届いたら終わりだわ。なんとかこの2マス前あたりでなんかごちゃごちゃしてヘス減らしてくれればなんとかなりますけど。おかしいな、勝ったのに、勝ってるはずなのに全然勝ってる感じがしない。うわー、また加工飛んでたか。これ取らせてくれないな、ここ。あ、違うわ、止まった。で、ここ入ってきましたね。これ全員乗っちゃえばいいんですよ。ここバカだな、これ取れてないもん。もう龍柱取ったっていいですよ。もう乗っちゃってくれて OK。 あとはここ来てな。あー、来たわ。これはまずいわ。陳部行ってしまった。あらー、たやすいことです。で、ここの混沌を極めてですね、核が渡ってきましたね。ちょっと早いな。剣業300人しかいないんだよ。で、ここにですねブロック作ろうと思ったんですけど、ちょっと出足が遅いかな。作ってらんないかもしれない。あとは生徒ですね、ちょっとレイアウトをやり直します。ここその間にどうでしょう、やられちゃった終わりなんですけど、報徳は弾けそうですね。なんとかもうターンごと戦略フェーズめちゃめちゃ時間か。あー、いっぱい出てきたな。これどういうことだ。お喜びください。もうここは取れますね。なんとか取れそうです。守備は上々です。そこぐらいですね、進行状況いいのは。死者が到着しました。そうそう、から死者なんですか。あー、なん返してどうなるんだ、バカも。シェアダンだ、問題は。で、どうだ、止まったな。これ止まっとるな。お喜びください。はい、怪獣。これで後ろは取りました。で、港取ったな。頭いいの？はい、ただいま9月中旬。シェア 46.6。曹操軍 50.3。もう曹操がどうこうよりも、こちらが50を上回るかどうかですね。それが、我々の目的。50を上回るんだ。あと 3.4% 進めてまいります。光陵から5万2000出たな。これはやばいな。俺は剣業持たないな。いや違う、剣業じゃないな、受春防衛ですね。これはでかいな。あ、いっぱい来る。これ無理だ、受春で。いつの間にか5万入ってる。5万、さっきまで1万7000だったのに。ご確認ください。これは引かざるを得ない。得ないわ、これは。あかんわ、これ。これあかん。一旦退却。退却見せつつですね、これ、スクラム組んでちょっとずつ、行きましょう。うわ、いっぱい出てきたなぁ、これ。参っちゃうなぁ。で、ここはもう、なんか、油断バレバレですね。で、もう川名引っかかりましたね。あっちっちです。受春からめっちゃ兵出てきて来たんだけど、これ追ってか、追ってが来たのか。あー、これ間に合わないの、これもしかして。退却でも全然ダメか。これあれか、ロコを攻める言うてんのか。で、ここは包囲占領かましましたね。なんかね、突っ込んできました、甲州に向かって2部隊。そんなにね、簡単に講師は触らせない。一方、生徒ですね。生徒ちょっと見ていきたいですね。ご報告いたします。どうなったかな、生徒。これ、下手に赤兵八陣とか立てたから、いきり立ってんのか。どうかわかんないけど。生徒。こうなりましたね、メンチク感。ペース減ったかな？てか、こんなに耐久減ってるんだ。カタパルトかな、これ。カタクラフト。これもう一発切ったら耐久回復しなかったら落ちちゃうな。ちょっと待って、ちょっと姿勢とかいろいろ忘れてたぞ。今まで攻め攻めだったから。メンチク艦の防衛、不遂艦から1万8000出てきた。また報徳か。守りきれるかな。まあ、なんとかこの孫霊は削っ
ってるんで、もう使い物にはならないかなという感じですね。このターンは大丈夫という感じですね。あとはですね、ここは OK ですね。もう踏みました。で、渡ってきますけど塗り返すんで大丈夫ですね。平坦切れ起こしても大丈夫。逆にこっちが平坦切れ作れるかもしれない。あとはこの撤退戦ですね。なんとか引いてるけど、これすごいな、しつこいなこれ。あ、保湿はダメかな。あかんで来ましたね。これよりは従ってもらいます。従ってもらいます。これはでかいぞ。でかいっつってもあれか、自分の領土をもう一回塗り返しただけだな。これじゃ進まんな。で、保湿がダメだもん。ダメだ、アクテだな。ご確認ください。アクテですわ。これは強いですわ。で、とりあえずちょっと試合見ましょうか。 46.9、 ちょっと進んで曹操軍は 50.0、 下がっておりますが、やられてるのはこっちだ。いや、作業量がね、えぐいっす。もう負の担当から何から全部見直して、一番濡れるやつが誰かとかね、細かくやっていかないと、これはねクリアできないかな、これは。ここの大詰めでね、10話くらいやってもしょうがないしね、これね。これちょっと一生懸命やりますよ、僕。かなり一生懸命やります。いや、このゲームうまくできてるなと思ったのは、僕らが勝ってるのって聖水剣なんですよ。この老戦があることによって、聖水剣を得られる。石壁の戦いの時と同じなんですね。で、向こうは猛将ですね。ああ、保湿取られたか。どうしようもない。猛将なんで、まあ機動力そこそこ高いですけど、まあ老戦には勝てないでしょう。で、渡ってきますね。で、まだまだ私には策があります。で、ここの撤退戦がやばいな。これ数やばいな、あれ。あ、この部隊数やばいな。いや、持つのかなこれ。まとめてなんか平坦切る方法考えないと。陸案を取らせて、ここから密かに屋上できれば一番簡単なんですけど、まあやらせてくれないかな。あと、ここに2部隊ちょっとね、嫌なポジションに入れておいてます。で、核は上陸して平坦切れ、もうこれはほっときます。もうどうせ蒸発するんで、わざわざね倒そうとも思いません。あと、ここも2部隊これ来るのか。あれ、これ来ちゃうの、持っちゃうの、これまずいな。輸送間に合うかな。これやばいぞ。うわー、進んでくるんだ。化け物だ、化け物。消えろ消えろ、消えないぞ消えないぞ。ギリギリであの士気落ちないぞ、これやべえ、落とされる。一方メンチク艦もうギリギリだな。ダメだな、結局ほとんどの兵士を私は救えなかった。結構やられてしまった。耐久700、兵2000はきついな。2万いるけど、これどうせもうね支えられないから、この耐久じゃもう、いや、これは引きましょう。ここまで引く、任せて。で、生徒から出す。次のターンでいいかな、大丈夫かな。うん、やることいっぱいあるな。で、メンチクは当然持たない。いや、あれは持った方なのかね。最初の投石を跳ね返しただけまだ持った方か。で、黒煙を連れて戻りました、東洋。よろしくお願いします。東洋以外はもう全部切るしかないね。もう優秀な人材ほどもうやるしかないよ。いやね、私ね、ほんとね、つくづく思うわ。早いことです。ここすんなり終わると思ってましたわ。ここでこんなにね苦労するとは。それでね、多分ね、歩をちょっとずつ盗んでってもこれね、付け焼き場っすね、おそらく。ご確認ください。押し返して都市を取らないと 50% は超えないね。そうそう、 0.5% 増やしましたからね。うん、これうまくできてんな。このシリーズうまくできてるわ。
一番最後が一番難しいってのが一番面白いんだよ。面白いよ今。こんなにねがっつり戦うとは思わなかった。もうちょっとね曹操はひよってくると思ったけど、やっぱり曹操だな。 AI が違うわ曹操は。あーっとまたここ渡って、ここはいいんだ。この城用のこの壁はそう簡単には崩れない。まあ、こっちから来ても割と平坦は切れると思います。我々清水剣がある。あとは生徒ですね。生徒もこの形で守るしかないかな。とりあえず罠張って弓矢倉をもう一個作って、うん、あともう回り込まれたらもうどうしようもない。ほんとどうしようもない。これは物量できたらどうしようもない。で甲州は弾きましたね。なぜか逃げ出した。うん、どうしようかな。追っ手を向けるかどうしようか、ワンチャン吸えるかなっていうとこですけど、まあ地域を取るだけでいいかなって感じですね。いきなり一騎打ちされてぶっ殺されてもね、胸くそ悪いんで。ほんとよくあるんでそれ。さあこれはどうしようかな。攻め口が見つからないな。もうこれだけ押されると、まず、深夜ダメ。で指導もきつい。うん、指導きついとか言うよりこれ面地区間を取り直さなきゃいけないんで、それがきつい。あでもどうだろう、取り直しは案外すんなりいくかな。まあ出てくるよな。でもこの3万が、うん、この3万を出させてからですね、カツカツにさせてからなら取り直せる。ただ封1個だけなんですよね、増えるので。兼業がなんか食料やばいな。まあ大丈夫でしょう。うん、あとはまた渡ってくるやつの兵站を切ればいいというところで、香料が一番少ない。でも香料を攻める手立てがない。あとはこの大軍だ。で見えましたね、包囲占領マーク見えたけども、現状行くことはできない。多分行けるようになったところで露光に来ちゃってる感じですね。これは一回ドン引きしてどうかな。はい、ということで次回こそクリアできるかどうか。押し返せばね、一都市押し返せばクリアのような気がいたしますが、というところで今回も最後までご視聴ありがとうございます。続きも見てくれよな。またんご。